ソマリアのムドゥグ州にある古くからの港町。この名はソマリ語で水のある土地を意味し、乾燥地帯ソマリアにしては、井戸から真水が豊富に取れ、気候地として栄えた。2011年現在は海賊が支配している。日本語での地名の表記は他に、オビア、オビア、ホブヨなどがある。ホビオは船やキャラバンの給水所として発展した。 ムスリムのメッカへの巡礼であるハッジの中継地としても重要だった。陸路、カイロの拠点となったため、すぐに小取引の場にもなった。それ以前の拠点は、ホビョよりも北東にある町をポーンだったが、ホビョの繁栄に従って長落していった。南部のモガディッシュなどが栄えてくると、ホビョは、その中継地として、ますます栄えていった。14世紀。 ホビオの西、ケラォー中心に、ハオイエ部族が、アジュラーン王国を起こすと、ホビオは、その支配下となり、重要な商業都市となった。取扱い商品は、シェベリ川流域に近いハラゼレや、エルデールの農産物などだった。ホビオ周辺でもモロコシ族の一種デュラなどが作られていた。ホビオの領主は、モガディッシュの領主を兼務することも多かったため、その間である、 ベナディル海岸沿いの拡張と、ホビオとの取引も盛んであった。アジュラーン王国を支配していた、ハウエー部族に近い一族、ヒラーブが反乱を起こし、ヒラーブ王国を建てると、ホビオもヒラーブの支配下となり、一方で、アジュラーン王国は衰退し、ケラフォ周辺を支配するだけとなった。19世紀、ソマリア北部に住むソマリ族の別の一族マジェルテンの、 ユースフ、アリー・ケーナ・ディードは、クーデターに失敗して、アラビア半島に追放されていた。そのケーナ・ディードが1878年、南アラビアのハドラマウトで兵を募り、ソマリアに戻って、ハオイエ部族が支配していた捕苗を占領した。ケーナ・ディードはそこで、捕苗王国を建てた。捕苗王国とその周辺の住民は、諸虫や豆を栽培し、ラクダ、牛、ヤギ、 羊の放牧をするものが多かった。交易も行っており、主な輸出品は、家畜、重肥香木、レーズンなどで、輸入品は米などの食料品と服飾などだった。織物、貴金属、新条取引するために訪れる商人も多かった。1915年頃のソマリア。捕虜は、イタリア領東アフリカの中部。捕虜王国は、 建国50年で早くもイタリア王国の支配下となり、イタリア領東アフリカの一部となった。イタリアは、ビ虜より南にあったモガディシュを、交易中心地としたため、ホビ虜は衰退した。その後は、ソマリア内での重要性が低下した。ソマリア内戦が始まってしばらくすると、ソマリア中部で、イスラム武装団体イスラム法廷会議が起こり、 ほびは2006年8月16日に、その支配下に入った。それまでほびは、地方軍閥が支配していたが、ICU 到着前に逃亡したため、ICU は、ほびを数日包囲しただけで手に入れた。ただし、ICU もほびの支配にはそれほど熱心ではなく、海賊などが支配する町となった。その後、ICU と、ソマリア暫定連邦政府が、首都、 モガディッシュなどを争って戦いが激化したためソマリア中部は帰って主要勢力からの支配が弱まった。地元部族ハウイエはソマリア中部にガルムドゥを建国しホビオもそこの一部となった。しかし同年11月1日にホビオは再び ICU の支配下となっている。その後 ICU はソマリア中部で大いに勢力を伸ばしたが 隣国エチオピアがそれを嫌って軍を送り込み ICU は崩壊した。その後 ICU はアルシャバブなどに組織を変えて2011年現在でも勢力を保っているがソマリア国内のどの勢力もホビョ支配にまでは力が及ばずホビョは再びハウエー氏族の一派サード氏族を主体とする海賊が支配する町となった。ホビョは 海賊の町として世界的に有名となり2008年にはパナマ船籍のメガボルトファイナを拘束している2010年5月にはリベリア船籍のタンカーを襲った海賊がロシア海軍により沿岸から 600km の沖合にゴムボートで漂流させられ死亡させる事件が発生しておりホビオに住む海賊リーダーは報復宣言を出しているありがとうございます